はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、インスタの方に質問をもらいまして、面白いとか個人的に興味深いなと思ったことだったので、動画でですね回答させてもらおうかなと思っております。質問なんですけれども、40年代のリーバイスの701が気になっていますということですね。男性が履くのはやはりなしなのでしょうか。私自身がジャンルにこだわらずにいろいろな服を着ているんですけれども、っていうような内容だったんですね。回答する前にですね、まず俺その40年代のその701っていうの、701が分からなかったので、ちょっと701を調べてみたんですね。で、701が何だったかっていうとですね、レディースモデルなんだそうですね。はい。形はウエストに比べてお尻周りが広く、女性の体型に合った形状になっている。で、股上が深く、ウエストは細め。また501などに比べてオンスが低い。そのため男性が夏場に履くように、探されている方もいるっていうことらしいですね。で、マリリン・モンローが愛用していたので人気が出たらしいというですね、そういうデニムだっていうことですね。質問の内容パッと読んだ感じ、おそらくレディースかもしくはボーイズ的な感じで、通常の一般男性が履くには何かしらちょっと違うモデルなんだろうなとは察しがついたんですけど、そういうことでした。で、ここからが俺の回答なんですけれども、そもそもですね、その701っていうのを履くことを質問者さんはちょっとためらってるというか抵抗があるっていうんですけど、これが何かっていうと、やっぱり周りの目ですよね。どうですかって聞いてきてるので、多分、自分的にはいいとしても、その周り的にどうなんでしょうっていうのを聞いてきてると思うんですけど、そもそもまず基準としてこの服を着るか着ないかを判断基準をですね、他人に、持ってくのはあんま良くないかなと思うんですよね。っていうのは、やっぱり他人にジャッジさせるってことは、100人いたら50人は好きだけど50人は嫌いっていう人もいるわけだし、98人が好きで2人が嫌いってなっても2人はでも嫌いなわけだし、その2人に最初にどうって聞いちゃったら、良くないと思う、じゃあなしなんかなっていうことにもなるし、判断基準をですね、他人に求める時点でもう結構厳しいと思います。そのどうあれ満足できないかなっていう感じですね。なんで絶対に判断基準は自分であるべき、もうまずこれは大前提であると思うんですね。これはあくまで今話すのは全てにおいてですけど、 TPO をわきまえた上のその冠婚葬祭とか抜いた話です、あくまで。はい。なんでじゃあお葬式にこれを着てっていいですかとか、そういう話では全くないし、そこは人の目とか、気にしなきゃいけないし、他の人の意見を取り入れるなり、常識の範囲内で、ちゃんと喪服を着ていくとかスーツを着ていくっていう、その場に合わせて、必要ですよっていうことです。あくまで今回話す前提としてはプライベートの時間、その人がおしゃれして好きな服を着れる時間の話で答えますんで、これ極論ですけど、他者の目を気にしたら、何も着れないっていうのが正解になっちゃうと思うんですよね。はい。俺はいいと思うんだけど、他の人がちょっと嫌だって言ったら、それを着ないっていうことにしていくと、もう着るものがないので何も着れない。でも何も着ないっていうのも周りから言われるわけで、もう結局正解がなくなっちゃうんですね。これ突き詰めていくと。なんで、やっぱり自分自身がいいと思えばいいっていう、この、そもそもこの価値観にしとかないと厳しいんじゃないかなと思いますね。ただ、これはあくまで結構極論で言ってますし、質問者さんも、そんなことは分かってますと、いい大人ですからもちろん、そんなことは分かった上で、多分この質問者さんが聞きたいのは、もうちょっとミニマムな話で、この、今いるみんなが、全体的な人たちが見て、どう思うかっていうよりかは、多分ですけど、この701っていうこの古着に対してですね、701という服がいわゆる古着好きの人から見て男性が履くのはどうかっていうのを聞きたいんだと思うんですよね。つまり、もっと大きな面で言えば、その男性がスカート履いてもいいんでしょうかとか、マニキュア塗っても変じゃないでしょうかとか、そういうの結構大きな話じゃないですか。化粧したら恥ずかしいんですけどどうですか、男性の化粧ってっていうようなことは多分今一般的な話なんですけど、多分この質問者さんが聞きたいのは、もうちょっとスポットを当てた本当に701っていうこの古着自体、レディース用に作られているものなんだけれども、これを古着好きの人から見たら普通に着ることってちょっと抵抗ないですか、恥ずかしくないですか、そのセオリー的にはどうですかっていうことを多分聞きたいんだろうなと思うんですね。なんでもうちょっとそう狭めた上で回答するとですね、その上でもやっぱり自分でいいと思います。例えばこれが、古着界の重鎮の人が701がメンズを履くのはありえないって例えば言ったとしたり、ものすごい大きなセレクトショップとか古着屋さんの、オーナーさんとかがめちゃくちゃおしゃれな人が701メンズはないでしょうって仮に言ったとしても、それも無視でいいと思います。はい、全然無視でいいと思います。それはもちろんその人の価値観だし、それはそれでその人が着なければいいだけの話であって、やっぱりどんなに古着に精通してる人がいて、どんなに詳しい人がいたとしても、ファッションは基本自由だし、本人が楽しければいいと思っているので、本人さえ満足なんだったら701だろうが、もう別にボーイズだろうがレディースだろうが、それを
着ること全く問題ないと思います。もう極論言えばそのズボンを似合うか似合うかないか別として、別にマフラーみたいに首に巻いたって別にいいわけだし、あのジージャンを裏返して着る人だって いるわけだし、コートを裏返して完全にインナーが、あ、インナーじゃない、内側が外のタグが見えてる状態で着るのだって全然ありなわけだし、もうそこに行けばもうレディースメンズの差なんて全く別に合ってないようなものぐらいなもんで、あくまで本当に本人がいいなと思えば全然行ったらいいと思います。もしですね、この質問者さんがその701を履いていて、誰かにですね、これどうかなって聞かないでですよ、向こうから、え、それって701だよね、レディースだよね、なんでそんなの履いてんの、ダサいねとか、やめた方がいいんじゃないとか、恥ずかしいよって例えば誰かが言ってきたとしたらですね、俺は個人的にその人からは離れた方がいいと思いますね。多分、質問者さん的にというか当事者的には幸せにならないと思います。そういうことを言ってくるタイプの人が近くにいても、はい、もちろんこっちが意見を求めてこれどう思いますって言った時に、俺としてはないと思うなとか、俺はやんないなとか、なんかそういう風な意見を言ってくれる、あのアドバイスとして、でもこういう風にしたらいいんじゃないとか、まあそれはどうやってもちょっと難しいよねっていうアドバイスとして聞いた上で、提示してくれる分には全然ありだと思いますし、もちろんこっちから聞いてるのでそれはありがたく、あ、そうなんだ、ありがとうっていう感じですけど、どこの誰かもわからないとか、特に関係があるわけでもない人にいきなり向こうからそれってなんとかでしょ、そんな合わせ方ダサくないみたいな感じで言ってくるのはもう絶対に、ハッピーになれないと思いますね。俺は離れますし、そういう人は基本的に離れた方がいいなと個人的には思いますね。そう思うんだったらその人がそうしなければいいだけの話だし、言われた方は別にその人のためにそのファッションをしてるわけじゃないじゃないですか。で、それをやっちゃうとその人を満足させるためだけのファッションになるので、その通りにやったところでその人はいいじゃん、今日かっこいいねって言って、それが俺の満足につながるならありだと思いますけど、俺は別に自分の好きな服を着たいので、別にその人の評価はいらないっていう感じなので、別に、それをあえて言われて、なんかそうなんだっていう、別にいちいち言わなくてもいいのにって思うことを思いながらこう付き合っていく方が嫌なので、まあ、そう言われたらもうかっていう感じですね。だから基本的にやっぱり個人的にはですけど、おしゃれというかその服を着るっていうこのファッションにおいての自分のその重要視しているところって、やっぱり自分がその服を着ることでどんだけハッピーかっていう話なんですよね。だからその合ってる合ってないっていうのはもう100人が見たら100通りありますから、そこの誰かに合わせに行くというよりかは、やっぱ自分がこの服を着てかっこいい、好きって思えばそれがありだし、そう思わないと、っていう感じですね。唯一その他人がこうガッて言ってきて、許されるとか、個人的に別にいいかなって思うのは、自分のその自己満足よりもその人に認められたいっていう、その言ってくる人は本当にもう神のように信仰していてというか、もうこの人の言うことは間違いないって心酔してて、もうその人にもうついていくみたいな、もうこの人にずっとついていくっていう風にそこまでこう酔いしれている人がそういう風に言ってきて、でその人のに従うことが自分の幸せなんだったら、それが結局その人の自己満であり、その人のファッションでの意味なので、そのパターンだけは別にありかなと思いますね。その人が言う通りにすることで俺は、すごく気分が上がるんだっていう、あの人に認められたい、あの人に見てほしくて俺はこのファッションをしているっていうんだったら、まあその人が一方的に言ったことをもう言うこと聞いてそれに合わせるっていうのはありだと思いますね。なんで結局まとめると、まあ誰に言われる言われないは別として、まあ自分のファッションの軸は何なのかっていうところですね。なんで自己満で自分がやりたい格好したいっていうタイプなんだったらそうだし、誰かこの人に認められたくて、この人のファッションを模倣したくて、この人の言う通りになりたいんだ、それが幸せなんだっていうんだったらそれがいいと思うんで、どっちかというか、そこを見極めて、それぞれやったらいいと思いますね。ここからもうちょっと話したいんですけれども、じゃあ自分が基準だとした場合ですね、まあ大体ほとんどの方がこれだとは思うんですけど、まあ自分が好きなファッション、自分の自己満のためにファッションしてるっていう、多分、質問者さんもそうだとは思うんですけれども、ってなった場合にもう一個、個人的に注意した方がいいなと思う点があってですね、じゃあ自分が自己満足って自分さえ良ければいいって思った時に、自分自身が自分に、嘘はつかないのかって言ったら、意外と自分自身自分に偽ってることがあるよっていうことも注意した方がいいかなと思います。
なんでかというとですね、俺があのもっと若い時ですね、二十歳の時とかもっと全然痩せていてですね、結構その体型的にもあのレディースが全然着れるような形 でレディースの方がやっぱちょっとシェイプしてたりしてですね、形が結構綺麗だったりして、物によっては結構古着屋さんでもうレディースしかないよとか、もうレディースだったらありますけどって言った時に、あ、着れたらまあいいじゃんと思ってですね、あえてレディースを選んでたわけじゃないんですけど、まあフルレディースしかなかったら、まあ、着れるし、まあちょっといいかなと思って買うっていう、全然抵抗ないしっていう。でその時に思ってたのは、やっぱりそのレディースとかメンズとか、もっと言えばボーイズとか、そういうところの括りに俺はあの縛られないっていうか、そういう括りに偏見を持たないというかですね、もう偏見ではないんですけど、偏見を持たないみたいなのがかっこいいってちょっと思ってたんですね。別に言ったわけじゃないですけど、自分の中でなんとなくですね、はい、なんかレディースだからとかメンズだからとかで選ぶのってちょっとダサくないみたいな。だからもうメンズであれレディースであれ自分に似合ってれば全然俺は着るよみたいなのがかっこいいって、思ってたんですね。で実際それをじゃあレディースだって買ってきました。ただやっぱりそれをこう所有して着ていくと、どこかやっぱり 100% 似合ってないんですよね。女性のラインを綺麗に出すために、要は胸の部分がちょっとこうジャケットだったらちょっとこう余裕があったりとか、腰の部分がメンズに比べればもう異常にこうシェイプされているっていう服で、俺の体もちろん胸も出てなければ当たり前ですけど、そこの、部分が特にそんなにすごくこう細いとはいえ、別にくびれがすごいあったわけではないので、そういうラインが出るとやっぱりちょっと、うん、他の服と合わせた時に目立つんですね、そのラインが。それが目立ちすぎるというか、悪目立ちするというか、まあ別に着れるしいいやとか、まあサイズとしてはトータルのサイズとしては合ってるからいいやって言って騙し騙し着てましたけど、じゃあそれをこうずっと大切に宝物として着れるか着るかって言ったら、やっぱりそれはノーだったんですね、自分的に。そこで初めて、あ、でもこれレディースだしなっていうのがどっかやっぱいるんですよ。いかにカッコつけてメンズとかレディースとか関係ない、好きな服は俺着るからっていうスタンスの大前提を掲げていたんですけど、実際何かこう服をじゃあ断捨離しましょうとかなった時とかに、これあーでもレディースだしなって言い訳にというか、そこが出てくるんですよね。もっと言えばですよ、買う時にメンズとレディース両方同じサイズがありました、どっち買いますかって言ったら、多分俺はメンズを買うんですよ絶対。だったらメンズを買うんですよ。なんでレディースを買ってるかって、結局その時にレディースだったら同じくらいのサイズありますけどとか、妥協でじゃあで着れるしまあいいかって言って、欲しいしって言って買ってるんです。だから本当のフラットの状態でメンズとレディース本当にどっちがいいって言われたら、俺はメンズを選ぶなって思った時に、結局自分自身その買いたくてしょうがない、もう今日どうしてもこれ欲しかった、でもレディースしかないをごまかすために言い訳として、でもさそういうのにこだわるのってかっこ悪くないっていう言い訳で、そうだよな俺はどっちでもいける方がかっこいいよな、そういう自分になろうぜっていう、そのあれで言ってただけの話で、実際じゃあ俺がそれの本当にメンズレディース関係なく服として自分に似合えば何でもいいっていう度量があったかっていうと、その度量はやっぱなかったんですよね。これは俺の度量の問題なので、あの本当に別にメンズレディースわけ隔てなく着れるし着ます、で本当に、一生ものとしてこの服を、レディースとか関係なく愛せますっていうんだったら全然ありだと思うし、俺もそうなりたかったです。でも結局俺は、建前としてねそうやって言ってましたけど、結局のところやっぱりちゃんとメンズ企画のちゃんと自分の好きなサイズで好きなデザインで好きな素材でっていう、そういうのじゃないとやっぱり全部を愛しきれなかったんだなってことに気づいてですね、だからですね、 T シャツとかいろいろジャケットとかあのレディースで買ったものもありましたけど、結局その若いうちにほとんど手放してしまって、それからそうですね、20代後半ぐらいからはもうレディースとか着ますかとかなんか聞かれたら、ああもうちょっと俺の中でレディースはやっぱちょっと結局着なくなっちゃうんで、着ないですっていう風になっていきましたね。なのでそして時計とかもね、あのレディースサイズのちょっとちっちゃいやつでもヴィンテージでかっこいいのがあって、あこれでもいいかなと思ってるんですけど、やっぱりどこかちっちゃすぎるっていうか、やっぱちょっとレディースっぽいよなこれっていうのがずっと引っかかってて、買う時は結局言い訳で買うんですけど、結局のところそこで手放してしまうっていう。まとめますとですね、この質問者さんもですね、その701というものがレディースだということを、まあ、把握した上で、もちろん把握した上で聞いてきているので把握していると思うんですが、そこでそれをもう自分的に本当に分け隔てなく愛せる、もうこの服俺は別に全然気にしない、本当の意味で、全然着ていけるよって思うんだったら全然購入して、履いていったらいいと思いますし、俺みたいに、あ実はよく考えたらちょっとやっぱ周りからそうやって思われることもマイナスじゃないですかと思われてるんだなって思うことですね、実際言わなくてもちょっとなんか恥ずかしいな、なんかそれでちょっと履かなくなるなって
思う、ちょっと後ろめたさでもないんですけど、恥ずかしさというか羞恥心を感じることで、その服を 100% 愛しきれないんだったらやめといた方がいいんじゃないかなとも思います。ただここはあくまで質問者さんが確実にそうだって答えが出るならそうした方がいいと思うんですけど、 どっちかやっぱ分かんないなって言うんだったら、俺のおすすめはやっぱり買って履いてみる、これが一番おすすめですね。なんでかっていうと、俺もずっとそうやってやってきたから、やっぱアドバイスするときにそういう風にしかできない感じですね。服大好きなので、もうトライアンドエラーしかないんですね。その若い頃のあれもその頃にレディースを試してたから良かったので、今逆にそこら辺をやってなければ、今すごい高いものを、それこそ本当に20万ぐらいするレザージャケット、これレディースなんですけど入ればどうぞって言われたときに、あ入るしいいかなっつって買ったら、そのときに20万の損失をしてすぐ手放してるかもしれないじゃないですか、とか思うと、やっぱそういうトライアンドエラーは必要だと思うし、結局そうやってやって好きな服をどん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 こう残していって、失敗したものをこう手放したり他に譲ってこうってやっていくしかないかなとは思っているので、質問者さんが、本当にまだ分かんない、発展途上というか、どっちかなんだろう、このジャンルに関しては初めてだなと思ったら、ぜひぜひね、迷うくらいだったらやってみて、で、あやっぱり俺全然こうじゃん、愛せんじゃんと思えば、同じようなことがあった時に、そういう服を、躊躇なく今度は買えるし、もしそれがダメだなと思って結局手放すんだったら、あじゃあもう次からはもう同じようなことがあったら俺はそういうタイプだからやめよって思えばいいことなので、まあ、これ自分を知るいい機会だと思うので、このファッションとね自分のつながりをどんなもんなのかっていうのは試してみないと分かんないので、全然臆せずやってみたらいいんじゃないかなと思います。というわけで、まあこの話がですね、他の方にも何か参考になればなと思ってですね、ちょっと動画にしてみました。ただまあ一つ言えるのは、すごくいい悩みだなと思います。すごく悲しい悩みではなく、すごく前向きに服にと向き合ってる楽しい話題なので、いいんじゃないかなと思います。いい悩みだと思います。サブちゃんとインスタグラムもやっておりますので、よろしかったら概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またねー。